どうも、こんにちは。知財塾運営の上池です。今回からキャリア座談会と題しまして、知財業界のキャリアに関してお話しする動画をアップしていこうと思います。基本的なメンバーとしては、IT テック副所長の岩佐さんと、もう一方、転職エージェントにお勤めの三島さんにご参加いただけることになりました。わわあ、よろしくお願いしまじす。ゃあ、三島さん、お願いし軽まくご挨拶いただけますでしょうか。す。あ、はい。私、転職エージェントしてます、三島と申します。よろしくお願いいたします。普段、特許事務所がメインにはなるんですけども、事務所の、採用支援とか、あとは求職者の転職先をご紹介するというようなお仕事をしております。よろしくお願いいたします。おねーす。あと、岩佐さんもよろしくお願いします。あ、はい、知財塾の運営も兼ねてますが、IP テックの湯浅と申します。よろしくお願いします。お願いします。では、まず第1回目の今回は、このキャリア座談会っていうのをなぜ始めたのかですとか、どんな感じで配信していくのか、今後どんなテーマで話す予定なのかといったことを話していければと思います。なるほど。ちゃんと流れがあるんですね。はい。全然聞いてなかったから、どういう。あとはもう、好きに喋る感じ で。好きに喋る感じだね。まあまあ、それくらいか。だって、あれですよね。今、背景3に合わせてますけど、シャープ1って書いてあるから、一応シリーズものになるんですよね。そうです。はいはい。じゃあまあ、そんな気負わず。ざっくばらんに話してた方が楽しいと思います。そうですね。他の、知財塾の他の動画が、まあ、硬いので、ああ、このコーナーは割とカジュアルめに。ガイダンス硬いっすよはね。い。オッケーオッケー。いや、緊張してるんで。三島さん、緊張してるんですか？ 緊張しますね、やっぱ。あ、本当ですか？そんな風に全然見えないですけど。いやー、やっぱり緊張します、こういうの。大丈夫ですよ。上池さんが紙編集してくれるらしいから。あ、そうですいや、か。楽しい。いや、もう本当によろしくお願いします。本当に緊張してそうだな。なぜ始めたのかっていうと、キャリアにコミットしたいっていうのは、割と大きなコンセプトの一つにあったので、まあ、自然な流れっちゃ自然な流れですよね。そうですよね。スキルを上げてもらって、そこからこうキャリアアップにつなげてもらうっていう、まあ、そそういうのうもそうそう。ありますね。まあ、あとはやっぱり三島さんとちょっと知り合ったっていうのも割とでかいかなとは思っていて、まあ、ちょっと食事する機会もあってですね。いろいろとなんか知財業界盛り上げるためになんかできないですかねみたいな話の中で、ちょっとこう知財塾がちょっと軌道に乗り始めたところでもあって、一方でそのキャリアに対してどうコミットするかっていうのはなかなか見えなかったところもあったんですが、三島さん、その所属が転職エージェントの会社になるんで、なんか一緒にできないかなっていうのも結構でかいですね。うん。てかね、三島さんの話がめちゃくちゃ面白かったんですよ。その年収がどうかみたいな話とか、各事務所がどういう今人材を採用してるかみたいな話を、ちょっと、なんていうんですか、打ち合わせレベルで雑談だったのかな？なんか、打ち合わせの流れで雑談になって、その中で聞いてたら、めちゃくちゃ面白くて、これはちょっとコンテンツにした方がいいだろうというところもあったかなと思います。まあ、具体的にどんな感じのテーマをこう話していくことを想定してるかとか。いや、だから、その、なんだろう。まあ、知財塾内でも、割とクローズドな、まあ、ちょっとこう、オンラインサロン的な空気感が今、知財塾の参加者とか講師の中ではありますけど、なんていうのかな、その、例えば特許事務所っていうところ一つとっても、所属している人の観点と、それから採用している、まあ、経営者側の観点、まあ、すごい乖離あるなっていうのが、率直な。
感想で、そのずれた情報とかずれた前提条件でいくと、なんか苦しキャリアを自分のキャリア考えるときも苦しくなっちゃうし、で、まあ、もっと直接的な話言うと、三島さんなんかは今どういう人材がその例えば特許事務所で好まれてとか知財部で好まれてとか、まあもう僕もそこそこ、こう業界の情報とか仕入れてる側ですけど、まあ、僕なんか話にならないくらいは分かってるわけですよね。で、例えば面接受かる人受からない人とかも、三島さんって面接にこう同席されたりしてるわけですから、でそういうのを、まあ、一方で三島さんでそのエージェントだから、転職したいで採用したいっていう人がいる前提のところで、まあ、コミットするじゃないですか。でも知財塾ってもうちょっと手前からコミットするわけだから、例えば半年後とか1年後とか、まあ、それこそ3年後とか、自分の年収を例えばこれくらい上げたいっていうスケジュール感を持ってる人に対して、こういうキャリアとかこういう履歴書がこの 2,3 年の間に書けるようになると、もう全然事務所の受け変わりますよとか、なんだろう、自分のそのワークライフバランス取れますよみたいなことをアドバイスできれば、多分もっとハッピーな、なんていうんですかね、知財業界のキャリアとか働き方ってありえるんだろうなと思って、そのあたりをぶっちゃけトークとか踏み込んだ話とかも含めて、皆さん情報に対して少し精度を上げて、なんか全員ハッピーになるようなキャリア考えませんかっていうのが、ちょっとここでやってみたいことかなって思ってますね。まあでもそうですね、やっぱり事務所によってその採用する人材のこうなんていうんですかね、こう経歴とかは全然違う、こういう経歴がいいっていうのはやっぱ違うんですけど、ただこの業界のエージェントやって思ったのは、なんか 5割から6割ぐらいは結構同じスペックを求めていらっしゃるこう事務所の方は結構多いかなっていうイメージがあって、あ、じゃあもうほぼ全ての事務所がその求めるスキルとかを、なんだろうな、いくつかこうあると思うんですけど、そのうちの半分近くはどの事務所も同じスキルを求めているってことですよね。そうです、そうです。あ、じゃあそのピースを埋めている人は割と、なんだろう、それこそ、なんだろう、採用率はもう格段に上がるし、何かすごい個性があったとしても、その5割の部分をが埋まってない人は、やっぱり特許事務所については転職大変みたいな感じですかね。結構大変ですね。あ、例えばですけど、すげえ今日いきなり面白そうな感じ。まあ、王道のその必須条件っていうのがやっぱりあって、大体まあ年齢制限が絶対出てくるんですけど、年齢制限が大体その、まあ、30代までとかが王道としてあって、はい、30代、あ、39までってことですね。そうです。まあ、ただちょっと経験未経験で違うんですけど、うん、まあ、例えばじゃあ今回は未経験で話をすると、うんうん、未経験はもう確実に30代まで、まあ、大体やっぱり35以下で、なんですかね、募集しているところが多くて。未経験だと35以下。はいはい。なるほど。ですね。なおかつ理系出身であって、うん、あとは、まあ、何かしら企業で研究開発、もしくは設計とか、なんかこう、技術に関わる仕事をしていることっていうのが、結構三拍子で王道であるようなことで、なるほどね。はいはい。っていうのが、まあ、大体の必須条件で、で、結構目に見えないような募集条件としては、偏差値高めが学校出身かどうかとか、ほう。もう、それだけで。それは、その、大学院を出てるとか、研究テーマがどうとか、なんだろう、学部がどうかではなくて、純粋にその偏差値としての大学を見てるってことですか？そうですね。旧帝大以上とか、そういうご希望を出すところも、まあ、ありますね。ただ、ごめんなさい。5割の中に入るかっていうと、うん、その5割の中で、また、こう、そうですね。そのうちでも 4割ぐらいは、結構学歴で決めちゃうところもあったりしますね。あ、そうなんですか。それは何、大前提として、偏差値の高い大学に行ってる人間は仕事ができると思ってるってことですかね。てかそういう前提があるってことですよね。っていうところもありますね。はい。それって世間一般的にナンセンスじゃないとか言われてません？言われてますね。言われてるのに、そのナンセンスなことをやっ
ってる事務所が結構いるってことですか？そうですね。多分レッテルが貼られてしまってて、その、なんていうんですかね、はいはい、こう、今まで入ってきた人たちは、これぐらいの学歴で、で、大体その、ちょっと、その希望する学歴が外れた人を雇用したときに、大体うまくいかなかったから、そういう経歴の人たちは、もう、無理だと思ってます。というような感じのところは、あったりしますね。はい。まあ、まあ、なんか、ここまでは割と普通の話。ここまでは、ね、聞いたことあるような話ですよね。うん、ここからの深掘りはまた別テーマで。でもね、あ、わかりました。じゃあ、一旦ここまでという感じですね。回数重ねていくコーナーなので。そうだよね。1回目で出しすぎちゃうと。確かにね。はいはい。はい、うん、なるほど。まあ、あとは知財塾の受講生でなんかこう喋りたい人とか、うん、まあ、結構いらっしゃるようなので、うん、まあ、そういった方に結構来ていただいて、あ、いいじゃないですか、会談するとか、なんかそういうのも、ね、いいですね。まあ、でも僕も気になりますね、やっぱ塾生が、まあ、どうして今そうやってその塾に入って学んでるのかとか、どういう目的でそのやってるのかとか、やっぱすごい気になるって話を聞いてみたいですね。はい。うん、まあ、そういったゲスト会も今後企画していくということで。うん。はい、ゲスト会ね、いいと思います。で、このキャリア座談会で、そうね、そのやっぱ採用苦しんでる事務所、IP テックって割と採用うまくいってるんで、例えばそこら辺のノウハウっぽい話とか、まあ、さっきのその未経験者は35以内で理系でエンジニア経験があるとかは、まあもう多分20年前から言われている条件で、そこを逆にどう突破した人がいるのかみたいなところを、例えば三島さんとか、まあ、僕の周りでとか言ったり、あとはなんかこうキャリア座談会が目指すところみたいなのをきちんと示してもいいかもしれないな。みんながストレートになんか年収が上がっていくようなものとか、より自分に合った事務所っていうのをどう探すのかとか、どうしても入りたいところに本気で入るためにどれくらいの計画を持って、どれくらいのことをやるべきか、それでどれくらい人生ハッピーになるかとか、なんかそういうところを割とガチンコで目指したいなっていう。そうです、せっかく聞いていただいてるわけですから、そう、まあ、そういった方がこう自分の転職とか、まあ、そういうのに役立ててもらえるような内容を伝えできればいいかなと思います。そうですよね。プラスなんかこう年収の話とか、こう生々しい話とかも入れつつ。そうですね。なんか結構転職支援をしていくときに、転職をするのがなかなか難しい方ってやっぱいらっしゃるんですけど、なんかその人たちが転職活動をずっとしていく上で、本当は最初、指導をしてもらえる環境に転職をしたいっていうのが最初目的だったのにかかわらず、何回も受けていろんなとこ落ちていくと、目的が特許事務所に入ることに切り替わっちゃったりするんですね。あ、なるほどね。で、そう、まずは特許事務所に入るっていうのが目的になってしまって、で、結局就職したタイミングで、全然思っている環境と違って辞めたくなるみたいな人もやっぱいらっしゃったりするんで、うん、あ、なんかそこってやっぱり、そう、最終的にその、なんていうんですかね、こういう弁理士になりたいって思って多分業界に飛び込む人っていると思うんで、うん、なんかその目的がこう、ずれないような転職活動になる方法とかってやっぱりなんかあると思うんで、なんかその辺とかもなんか話していけるといいなと思いますね。うん、なるほどね。じゃあ、1回目はそんなもんですかね。そうですかね。はい。じゃあ、キャリア座談会第1回は、これで終わりたいと思います。バイバイ。はい